じさんが小さい頃に野球を教えてくれたことです。浜北スピリッツで2年生の春に始めました。練習が終わった後にみんなでノックとか練習したことです。浜北北部中学です。最後の大会だったんですけど、自分たちが今まででベストの試合をできています。浜北西高校と迷っていたんですけど、お母さんが浜名高校の方が野球にも力があるって言ったんで浜名高校を選びました。細かいところまできっちり野球やってるなと思いました。自分たちでメニューを考えながら主体性を意識してプレーしています。甲子園で一緒するです。